皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今日の最初のコースはこちら、草花さんの選んでチョイス、こちらやってみたいと思います。草花さんは私の動画のオープニングとかエンディングの絵を描いていただいている方で、普段からとてもお世話になっています。ありがとうございます。クリア率の方が 11% ですね。やっていきましょう。選んでチョイス、使うアイテムを選ぶっていう感じのコースでしょうか。おお、Pスイッチとバネとパウ。これは Pスイッチ。お、踏む。お、お、こうやって持てるのか。お、パウを叩く。なるほど、これは新しいですね。ここはポッ、バネで登って、もしかしてあの場にわざわざ取る必要はなかったんですね。ということで次は B スイッチだ。ほ、踏む、登る。よし、次はなんだ。これはパウか、パウか、いや、これでどうだ、これでどうだ、これで当たらないでいけるでしょう。パウ、この先でまだ必要になるかもわからないで。よし、バネ万能ですね。お邪魔します。あ、パウでもよかったかな。まあいいか。はい、中間。よし、ファイヤー、マント。マントは1個取っといていいでしょう。いや、ここはファイヤーでした。ファイヤー、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 くらえ。よし。で、これはマント。マント。やばい、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 やばい。あ、やばい、もう1枚のマント。使っちゃったというか、取っちゃった。これ、よし。ほ。よし。あ、やばい、やばい、やばい。やばい、置いてかれる。ファイヤー行かないで。ファイヤー、あ、行っちゃった。これってもしかしてもう終わり？積んじゃった？まだワンチャンあると信じて。オッケー。これヨッシーは連れていけない。そしてヨッシーから降りられない。当たっていいんだから大丈夫か。ほっ。はい、次のエリア進んでいきましょう。ここは、ボム兵4体。え、これでどうするの？これでいいの？ほ、これでいいのかな？選んでないけど、いいのかな？ほ、こういうことか。これでいいのかな？よし。ここで一体掴んで、ほ、ほ、ほ、オッケー！ゴリゴリゴール。いやー、素晴らしい。コースの造形とかも本当に綺麗ですよね。描いていただいているイラストもとっても素敵なんですけれど、やっぱりそういった美的センスっていうのがとってもいいですね。選んでチョイス、草花さんのコースクリアしました。ありがとうございました。青、わっしょいタイムアタック。やだな、これ名前からしてやだな。モフ、わっしょい、やだー、あれを思い出す。動画にはしてないか。うわー、怖いよー。ほ、怖いよー。でも、やられることはないのか。ほ、ほ、怖い、怖い、怖い。てか、降りれないよー。ほ、助けてー。おーし、降りた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 。お、ほ、これでどうだ。よし、行った。で、また同じか。これ下から行った方が簡単そうだな。よいしょ、よいしょ、オッケー。また上に来ちゃった。これ下に降りるのは逆に難しいな。よし、タイムアタックっていうことなんでね、これでも急いでるつもりなんですけど。さて、445秒55秒でゴールしました。また猫パンチ。ベストタイム見忘れちゃったんですけど、何秒ぐらいでしたかね。お、ギリギリ、あれ55秒か。ギリギリタイム更新しました。よし、誰かこのタイムをぜひ抜いてください。
というわけで今日は3コース遊ばせていただきました。今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。また次の動画もよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるクール。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。